はい、じゃあやっていきましょうか。で、今回はオリックスね。なんかね、交流戦になってから雨で流れまくってよくわかんないことになってますが、まあ今日も頑張っていきましょうか。甲子園球場です。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。阪神タイガース対オリックスバファロー交流試合4回戦の模様をお伝えいたします。お隣には田尾康彦さん、黒木智弘さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。交流戦になってからかなり乱打戦になってるんでね、オリックスともかなり打ち合ってるよね。まあなんで今日の久保田もかなり打たれるんじゃないかな。前回は下柳がね、初回に何点だっけ、 5,6 点取られたよね。まあそういうこともあるんで、それでもね、下柳に、なんか勝ち運あるよね。あれで6勝目だから。え？ダメなの？盗塁すんのかな、これ。大村足速いよね。あ、走んないんだ。久保田はね、フォアボールで、まあ、自滅パターンだよね。ん、じゃあ盗塁。マウンドは先発ピッチャー久保田。さあファーストランナーがスタート。バッテリー4名いました。オッケー。アウト。盗塁失敗。これでスリーアウトチェンジ。1回の表が終了。バファロー得点はありませんでした。山本、あーこれ勝ってんね。中8日置いてのマウンドになります。今日の登板で勝ち星を上げることになれば5勝目ということになります。うちの先発陣と変わんないな。1回の裏タイガースの攻撃、先頭バッターは1番高橋、愛知県出身、岩田と同じぐらいかな。三振を取りました。次のバッターに変わります。藤井変えるか。オッケー。あー余計なことすんじゃねえよお前、やめろお前。もったいないの。あー残念。長打でいくか。1回の表裏終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。2回の表バファローズの攻撃。ローズいいよね。いいよな。まあでもホームランまだ見てないっけ。ナロッカ結構、前作にもいたよね。結構ホームラン打たれてるような。お、久保田が調子良すぎるな。あーやっぱフォアボール出るよね。フォアボールで崩れるんだよね。まあでもコンディションがいいんでね。まあなんとか7回ぐらいまで頑張ってくんねえかな。さあタイガース次の攻撃は4番から始まります。2回の裏タイガースの攻撃、トップバッター新井、今日の第1打席に入りました。あっと打ちました。1塁間の当たりが当たりだな。1塁に送ります。1塁これはアウトになります。狙いがあんまり合ってないのかな。まあでも長打でやっとけば、まあたまにホームラン打つんじゃねえのっていう。これ何投げてんだろうな。まあ気になりますが、あんまり気にしてもしょうがないんで。じゃんけんね。本作は、だからじゃんけんあんまり外れても、当たっても、関係ない時が多いんで。コンピューターのね、さじ加減なんで。あんまりね、考えすぎても、切れるだけなんで。適当にやるぐらいがいいよね。これで打者一巡となります、坂口。久保田はマジでフォアボールなんだよな。それがなければ結構、お前どこ投げて、危ねえ。
それにしてもね、今のいいプレーですよね。いやー、よくないよ、ちゃんと投げろ、お前。何をやっとるの。三者凡退に終わっています。さあ、自分のバッティング来たよ、柴田光平。これは毎日が勝負ですからね。安心の鬼柴田が、お、飛んで、あー、打ち上げたか。じゃんけん合ってないな。まあいいや、でも1巡目はこれでいくか。左なんでね、やっぱり多少は苦手とかあるんだろうな。おっ、いい当たり、正面か。これは結構珍しく投手戦になるのかな。まあ、最近バカみたいな点数入ってんで、まあ、たまにはいいのかもね。ボールのばらつきありますけど、要所要所にいい球が来ますね。コントロールが適度に乱れているという今日のピッチングです。打っていった打球は左へ。取れる球だったんですけどね、引っ掛けましたね。そして次の4番レイローズが、無理すんなよ、来るよ、危ないよ。打ったラインに裏当たり、切れるか。取った、一塁送球。さあ、ヒットになった。チーム最初のヒットになります。意外とローズって足速いのか。そんなことないよね。なんかサードのさ、あのゆっくりしたあーこれ来たよ。これ久保田のお得意のフォアボールで崩れていくパターンが来てる。 OK、 危ない危ない。そうですね、ゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出る4回の裏、タイガースの攻撃。これ何を投げてるのか見ていくか。三振狙いなんだ。落ちるボール打って打球はサードへ、一塁に送ります。そうなんだ。これはアウトです。っていうか先に決めたやつに対して違うの。あ、ボール、あー、これバラバラなんだ。これ一番めんどくさいやつだね。これ無理っぽいな。俺には当たりを引けない。このピッチャーはちょっと無理だね。難易度が変わってるとかあんのかな。まあなんでこういう試合はね、もう適当にやりましょう。じゃんけん当たらないよね、毎回変えられたら。無理だよね。当てただけ左方向へ。傾向があるんなら頑張るけど、順番にやってるとかもないだろうしね。これは落ちるボール、ショートです。取りました。一塁送球、ショートへの内野安打になりました。やっぱ内野安打多いよね。そして次のバッターを迎えます。これ何番走ってくんのかな。さあ、3回目のバッターボックス。あー、ファーボール相変わらず多いよね。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。ストライク先行でいいんじゃないの。4度目の対決となりました両チームです。あーっと、これはいい当たり。あー、点入ったか。ワンバウンドヒットになりました。これはちょっと向こう継投してくんないと点入んないかもね。これはやばいな。ここでの得点は重く、もう一度振り返りましょう。いいんだけど、だから打たれたら弱いんだね。ランナーを背負うとやばいんだね。はい、ここから点まで行きたいですね。オッケー。危ない危ない。お、かっこいいね。もう一度見てみましょうか。接戦が続きます。いや、どっちのチームも穴がないですね。5回の裏、タイガースの攻撃。対します、この回の先頭、新井、右のバッターボックスに入りました。あーっと、高めのボールだな。これはショート抑えた。一塁に送ります。アウト。一塁はアウト。ロバート頼むよ、打ってくれ。いえ、あー、全然当たってないんだね。ボールが見えてます。じゃんけんも当たってないし、狙いも、あーっと空振り三振。このピッチャーいいな。こういう状況は1本出れば違ってきますよ。チャンスが広がらないですね。まあでも少し対策を。
1点を争う好ゲーム、目が離せません。そう、ここまでの投球内容を見るとややボール球が多くなっています。多いよね。あーもう103球か、もうやめるか。まあでもね、久保田はスタミナバカなんでね、120、あーでもな、怪我しちゃうからね、やめた方がいいかもね。7回ぐらいまでやってほしかったけどな、もう変えた方がいいね。これで追加点というこのバッターボックスです。タイガース、あ、飛ばしちゃった。リグちゃんにお願いしましょう。はい、バウンドするのこれ、しないよね。うわー、いい当たり、さっきと同じだね。さっきと同じだよね。いやー、ダメですね。コンピューターにマジレスされてんな。お前になんていつでも勝てるんだぜっていう。エグさいいよね。まあこれでも、まあ今まで使った中で一番いいバージョンだよね。投げ方好きなんでね、使いたいんだけどね。オッケー。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。ピッチング内容としては6回の裏、タイガースの柴田恒平。いけ。まあでもな、打ち方あれだよな。高浜と同じかな。お前足速いんじゃないのかよ。まあでも今の。いいね。鳥谷ホームランバッターだよね、この人。やばくねえか。エグサ変えるか。いやでもどうしようかな。いやもう一回投げるか。ピッチャーに回ります。エグサ、山本、今日は6回途中までを投げて許した。久保田が調子良さそうなんで中継ぎをね削ったんだよね。なんで中継ぎが一人いないんだよ。これワンチャンやる？やってみるか。ヒットエンドランで盗塁警戒。これはいける、いけた、いいよ、いいね。ヒットエンドラン戦法、いいよいいよ。阪神お得意の赤星がいれば盗塁警戒するんでヒットエンドランがかかりやすいと。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますからね。粘るね。このピッチャーしぶといな。いいな、欲しいね。そうかもしれませんね。ただこの場面はピッチャーの方がピン。7回の表バファローズ。あ、山本投げるんだまだ。前のイニングは一つの高めのボール球、手を出した。まあいいピッチャーだもんね。変える理由があるとしたら、まあ球数だから全然投げてないのか。やっぱエグサいいよね。左、ここ左続いてるからちょうどいいよね。これは宇宙間への打球、今の詰まってんですよ。取りました、スリーアウトチェンジ。さあタイガース、この後4番バッターの登場です。気づいたらね、このバージョンの阪神左のねピッチャーいなくなってんのよ。どんどんとね少なくなっていくよね。 いるんだけどね、いまいちパッとしないんだよね。いやそれはお前ボール球じゃないのか。お前今日ダメっぽいね、ロバート。
さあ今のシーンです。まあいいんじゃねえか、こういう日もあって。ファンはホームランが見たいでしょう。まあ風に関係なく意識はスタンドだと思いますよ。一発も期待し、あーっとこれは抜けた、綺麗。おー綺麗だね。さあ2アウトからランナーが出る。1本目のヒットが出ました。で柴田光平、いけ。左のバッターボックスに入りました。いや違うんだよな。アウト、これで3アウトチェンジ。ゲームは7回の裏を終了。タイガース無得点に終わっています。まあやっぱりあれぐらいのピッチャーになると左厳しいよね。うん、あのレベルの左になると打てないな。若竹さん、今のボール高いよ。大丈夫か。若竹さんはね、前回前々回よくあったよね。開幕から積み重なったホームランの数が14と。1、2塁間はどうだ。おー取った、やる。アウトにしました。天才的なプレーを見せました。天才。セカンドゴロに終わっています。そしてバッターラロッカ、ラロッカがしぶといんだよね。2打数1安打。あっぶねえな。右中間に上がっています。ちょっとですね、差し込まれましたね。取って3アウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。バファロー3回目の三者凡退。で鳥谷にもう一発打ってもらえば今日は終わり。あ、ダメか。 何をよく投げてるんだろうな、このピッチャー。若竹ももう一回投げてもらうか。若竹やるよ。おお、今のファースト取れるんじゃないの。今のは、まあこのまんまでいいんじゃないか。いけるだろう。おお、いける。藤本期待に応えたね。いいよいいよ。手堅いね。いい場面で打席が回ってきました。これ勝負しとこう。いやでもこれ勝負したら絶対、いやまあやっとくか。いいや、満塁にしておきたい。いや、おーっしゃな、満塁じゃなかったわ。敬遠しないんだよ。この1点はでかい。さすがにピッチャーも疲れてるのかな、山本。あーこれはダメっぽいな。いよいよ守護神登場となります。これは代打でも出した方がいいのかな。いやこれはね、見ていけ。あーストライク先行か。残念でした。あーあと1点欲しかったね。このまま試合はすんなり決まるんでしょうか。勝利の方程式です。まあ一球にかける集中力がすごいですからね。はい、この精神力がどれだけチームを救ってきたでしょうか。9回の表バファローズの攻撃、頼むよ。6番から始まります。後藤、どうしても塁に出なければなりません。まあ相手のね、山本がめちゃくちゃ良かったよね。めちゃくちゃいいっていうか、まあじゃんけんが断るごとに変わっていて、まあ読めないよね。読めないっていうか読む気もないんだけど、まあだから1点張りだとまあ向こう次第になっちゃうよね。次のバッターが入ります。向こうが長打狙いに弱いのに続けてじゃんけん出してくれんのかっていう、そういうことになっちゃうよね。まあでもずっと1点張りの方が、まあ、結果的にはいいんだろうな。読みがね、耐える人なら別なんでしょうけど、普通の人は違うよね。若竹久保田頑張ったけど、まあ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 いいんじゃないか。若竹さんよかったね。そして打撃、あ藤本良かったよね。4打数2安打、打点2、いい働きをしました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ阪神対オリックス、
はい、なんかわかんないけどね、最終的には勝ちましたということで、どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。